箱根駅伝で三代目山の神の異名を持つプロランナー神野第一選手が浜松磐田信用金庫とスポンサー契約を結びました午後浜松市で行われた調印式には浜松磐田信用金庫の三室健一郎会長やプロランナーの神野第一選手らが出席し調印書に署名しました神野選手は 愛知県出身の29歳で青山学院大学時代には箱根駅伝往路5区で当時の区間新記録を樹立三代目山の神と呼ばれ駅伝ファンにも親しまれました去年からは浜松市に拠点を移しパリオリンピックへの出場を目指して練習を重ねています まあ松の方にもたくさんこう応援してもらっているなっていうのをまあ日々感じています。なのでまあその応援の期待っていうのをまあしっかり受け止めて、それに応えられるようなあの結果っていうのを出したいなというふうにあの思っています。